東香山駅は大韓民国関温度大白市大連道にある韓国鉄道公社の駅である。2012年6月27日、ソラントンネルの開通による例東線の経路変更により、旧東香山駅の場所から東に約400メートル離れた新駅舎に移転し、大ケ駅の代替として旅客扱いを再開することになった。 大白三角線の分岐駅でもあり、東海方面から大白線へ直通する列車が同線を経由する。島式ホーム一面二線の地上駅。無群ファ号が停車するため、停車ホームで整備されている。駅の同系型方にソラントンネルの入り口がある。東香山駅は、香山駅の東側ではなく、北側に位置している。駅周辺の大白市王連道一帯の住民は、 東鹿山駅の名称が地域名と合わないとし、東鹿山駅の名称変更を要求した。これに対し、カール側は、この要望に応じると明らかにしているが、2016年現在も駅名は変更されていない。2、1 9 7 5 1 2 9千1 9 8 9 2二2 0 0 9から1006、2090-202012から220、2 0 1 2五7 2012.719ありがとうございます。